2045年、日本は世界から最も憧れられる国となっていた。住みやすい国ランキング1位、思いやりがある人の人口数1位、完全循環型社会の実現達成。元気、笑顔、ご飯が美味しい。てかさ、高校の時の思い出とか覚えてる？俺あんま覚えてないかも。覚えてますよ。始業式とか終業式とか式めっちゃあったよな。ああ、校長先生の話から始まるやつね。話に感動するから毎回楽しみでワクワクするんですよね。え？え？ああ、まあ、気をつけとか前習えとかはあったよな。あー、なんか、休め気をつけみたいな。あー、入学式の後に自分のオリジナルの気をつけとか決めさせられましたよね。え？え？だから、気をつけとか。ん？え？廊下を走るなとか、走るなら無謀にしとけみたいなね。2045年、日本は世界から最も憧れられる国となっていた。住みやすい国ランキング1位、思いやりがある人の人口数1位、完全循環型社会の実現達成。元気、笑顔、ご飯が美味しい。編集長、なぜ今の日本がこんな素晴らしい国になったか分かりましたよ。まずは奇跡の三世代と言われた三人の総理大臣、彼らの出身校の名前を聞いてください。第104代総理大臣、匠匠、出身高校、国立レジット高校。第105代総理大臣、かなとかなと、出身高校、国立レジット高校。そして第106代総理大臣、地獄地獄、出身高校、国立レジット高校。彼ら自身、出身校に関して語っている記録が残っています。弱気を助け、サステナビリティを提唱し、感謝を忘れず、雨にも負けず、風にも負けず、愛を重んじる学校だった。特に違ったのは学校のダンス。普通の学校には校歌というものがあるが、それに加え学校のダンスが存在した。私たちは毎日校歌に合わせ踊りながらこう叫んだ。スーパーナイススクール、スーパーナイススクール。